これあるとね、便利なんですよ。市販の取り外しができる紐で、Dカンにね、つけて使いますよ。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、四角いペタンコのまち2センチのポーチ作ります。ちょっと Dカンつけておいて、ポシェットにもね、できるようにしようと思っています。今回は四角くて、ファスナーなしでボタンで留めるタイプのポーチにします。ボタンと Dカンは持ち手の金具の色に合わせてみました。ふんわりさせたいので、キルト芯使います。キルト芯は片面接着タイプです。Dカンつけずにポシェットにしなくても大丈夫ですよ。今回こう四角くしたいんですね。で、まちは2センチです。布は24センチ横幅ありますが、出来上がりは20センチになります。表布は19センチ×24センチ、19センチ×24センチです。裏布は表布と同サイズ、19センチ×24センチです。裏の部分は12センチ×15センチ、12センチ×15センチです。Dカンはお好みで用意してくださいね。Dカンをつけるタブのサイズは5センチ×5センチです。今回、打ち付けるタイプのボタンを使用しますが、縫い付けるものでも構いません。あとは紐です。キルト芯、表布に貼るのは36センチ×24センチ、36センチ×24センチです。こちらのサイズは表布を底で縫い合わせたサイズと一緒になります。蓋のキルト芯は蓋と同サイズです。12センチ×15センチです。キルト芯は片面のり付きタイプのものを使用します。今回使用する布は表布はソレイヤードです。かわいいですよね。裏布は倉敷デニムです。まずは表布の底を縫い合わせていきます。縫い合わせたら縫い代を開きます。表布にキルト芯を貼っていきます。アイロンでサクッと貼っちゃいますよ。表布にキルト芯が貼れたら、次は蓋にもキルト芯貼りますが、表側になる方に貼ってくださいね。キルト芯が貼れました。ただ次は蓋を作っていきます。中表に重ねて周囲を縫いますが、ちょっとね、角丸くしておこうと思います。分度器で角を作って、で、縫い代1センチで縫っていきますよ。蓋が縫えました。角をカットして、ラウンドしているところに V の切り込みを入れておきます。こうすると表に返した時に形が綺麗になりますよ。キルト芯の部分、ちょっとね、縫い代にもあるので、こう表面をね、カットしておくと、ゴロゴロしなくてよかったりもします。表に返したら、表布が1ミリぐらい出るように形を整えて、で、端から2ミリぐらいのところを縫い押さえておきます。ボタン後からつけますね。蓋ができたら、表布の後ろ側に縫い付けていきます。縫い代5ミリです。縫い付けたら表布を中表に合わせます。上側は端から2センチ、端から2センチ、裏側は端から1センチのところ、斜めに線で結んで、この線の上を縫っていきます。上から縫い代を1センチ残して、余分なところはカットしておきます。キルト芯のちょっとね、厚みもカットして、角もカットします。次は縫い代を開いて、次はサイドの縫い目と底の中心を合わせます。に、ね、なるように合わせて2センチのまちを作っていきますよ。ここを縫ったら表布は完成。次は裏布、中表に合わせます。まずは底を縫い合わせます。縫えたらサイドを縫いますが、上から2センチ、下側は1センチのところ、線で結んで縫います。
片側に返し口作ってくださいね。まちも作りますよ。そこの縫い代はこう開いてね、縫い合わせていきます。線の上を縫ったら余分な縫い代はカットします。縫い代を開いて2センチのまちを作ります。 B カンをつけるのでタブをつけます。接着芯貼らなくてもいいですよ。紐状に折ってサイドを縫って D カンを通しておきます。 D カンを通したら裏布に仮縫いしておきます。黒口の端からタブが5ミリぐらい出るように仮縫いしておきます。縫い代5ミリです。こんな風にね、ちょっと先出して仮縫いできたら、表布と裏布を中表に合わせます。ピタッと合わせたら周囲を縫い代1センチで縫ってくださいね。縫えました。次は返し口から表に返します。表に返したら返し口からね、手を入れてしっかりとまちを出しておきます。返し口をミシンで縫い閉じちゃいます。袋口の形をアイロンでしっかりと整えます。表布が1ミリぐらい出るように整えてくださいね。表布がこう1ミリか2ミリ出るぐらいに形整えました。裏布がね、今回外側に出るようにして、で袋口をぐるっと縫っていきます。端から 2,3 ミリのところをぐるぐるっと縫い押さえてくださいね。裏布を外側に出して縫うと綺麗に縫えるよと教わったのでやってみました。縫えたらボタンを打ち付けていきます。蓋は端から 1.5 センチのところ、本体は5センチのところ、ボタンを打ち付けてくださいね。できました。完成です。はい、すごい可愛くないですか。いい感じです。2センチでもまちがあるとちょっと違いますよね。ペタンコでもまちありだとちょっと違います。スマホとちょっと何か入るぐらいの大きさです。横20センチ、縦17センチ、まちが2センチになりますよ。タブがあるので分かりにくいんですが、本来ここね、三角になっていますね。斜めに縫っているので出来上がりが正面から見てもまっすぐになるんです。紐をつけてスマホポシェット的に使ってもいいですよ。お財布もね、ちょっと入ります。紐なくても可愛いんですけどね。紐ないとポシェット的に使えます。座布団みたいで可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。また見てくださいね。バイバーイ。